はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルーシュです。戦国バサラ真田幸村伝ですね、第9章やっていきたいと思います。早速じゃあシナリオの方を見ていきましょう。第9章大阪夏の陣宗区の開港。血で血を洗う狂乱の時代、大阪城はそんな忌むべき過去、戦国の象徴となり果てていた。大阪城に立てこもった浪人たちと真田丸での幸村の奮戦もあり、大阪方は戦国最強と謳われた本多忠勝を撃破し、一時的とはいえ徳川の軍勢を退ける。思わぬ攻勢を受けた徳川方は城の堀を埋めることを条件に和議を提案。大阪方もこれを受諾する。しかしこの和議こそ戦国の亡霊たちを打ち滅ぼし、誠の新しき世を築くための徳川方の策であった。そしてまさに今、停戦後も浪人を抱える大阪方を糾弾し、再び戦線を布告した徳川方との間に戦国最後の戦いとなった大阪夏の陣が勃発することとなる。再度大阪城へ入った幸村は総堀を埋められ裸城となった城を背にして立ち、兄信行に亡き父の思いを伝えるべく最後の戦いへと挑むのである。はい、というところでご覧いただきました。この大阪夏の陣第9章では伊達政宗も、見慣れた三日月の兜をかぶっていますね。で、型のレベル金レベル20なので、これをちょっとできるだけ上げていきましょう。どこまで上げられるかというのもありますが、26まで上げられましたね。じゃあこれで出陣していきましょう。徳川殿、兄上、あなたたちの望む通り、古き者どもが全て集いましてござる。なれば、消えゆく者の声、この幸村がお届けいたし候。はい、ではやっていきましょう。万兵を倒し、瀬戸蔵をすべて奪い合ってますかね。何故我と敵対する。例によってというわけではないんですが、キャラクターが喋っているときはあまり喋らずに、家康の寝首でも書くつもりだろうが。愚物め、もはや徳川の天下は不動。ならば我はこの知略をもって天下人の駒となろう。今さらそんな言葉に騙されるかよ。家康のためだ。あんたをここでぶっ潰す。我を潰すか。白昼堂々、愚かな夢を語った者よ。お二方、同州府とは何事でござる。早々に感化を収められよ。うるせえ、外野が口出すんじゃねえ。万兵を倒すと言ってるけど、万兵はこいつかな。右行きの男だ。真田幸村か。つか、あんたは豊臣方じゃねえか。だったらなおさら敵なんぞに仲裁されるいわれはねえぞ。無益な争いに敵も味方もなきゆえ。毛利元就なんて、この時代とっくに死んでなきゃですけどね。余計なお世話。それにこいつは無益じゃねえ。俺が上手に使わせてもらうぜ。手頃な捨て駒が手に入ったものよ。くたばりやがれ毛利。
長宗我部元康から出てます。新しい国にはな、てめえみてえな性悪必要ねえんだ。海賊まがいのならず者こそ輝かしき世には不要よ。我が深淵なる気略へと沈め長宗我部。双方いい加減になされよ。これ以上の無益な争いはこの雪村が許さぬ。なんだ、あんた俺の話聞いてたか。こいつは必ず家康やあんたの兄貴を邪魔しやがるぞ。下手すりゃ暗殺してでも天下を横取りしかねえ。そのくらい平然とやってのける男なんだぞ。長宗我部殿、友を思い新しき時代に希望を抱く貴殿の信頼は理解申し上げる。しかしながら毛利殿もまた新しき時代を生きようとする者の一人、先へ進もうとする者の一人にござる。徳川殿と兄上はそのような者たちを導くためにここまで脇目も振らずかけて参ったのでござろう。貴殿は友の身を案ずるばかりに徳川殿の抱えるものが見えておらぬ。今一度しっかと目を開かれよ。この根もってね、なんだってあんたがそこまで。黙って聞いておれば貴様ごときが我の辛抱遠慮を計り得ようはずもない。確かに我はことここにいたり徳川を恣意する愚など犯すつもりは毛頭ない。天気のやつにくれてやろう。だが我が秋の地は誰の手にも触れさせぬ。その手にたとえ天下人のものであってもだ。本領安堵を約束させた。吉田も使ってしまいましたね。もったいなかった。我は垂れたことのない神戸を垂れ、屈したことのない膝を屈してみせよう。毛利、あんたそこまで。戦国を生きた者のなんとしたたかなことよ。さあ、あと2つですね。これで政宗に変わるのかな。双方とも、これまでにござる。家康、信之、ついに大阪城を落としやがったか。政宗も若いですね。この時の政宗はどうなんだろう。もう60近いはずですけどね。いるんだろう、真田幸村。小田原以来にな。あんたは豊臣に随分無茶な約束を押し付けられたそうじゃねえか。俺の命と引き換えに。俺が今こうして自分の道を突っ走ってられるのは、また安田はどこなんだ。今走ってる道は安田が望み選んだ道なのか。そうじゃねえなら俺は
後藤又兵衛と一戦か。見つけた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 。後藤又兵衛は。What？ 誰だ。見つけた。俺を探してだってのか。待てよ。あんたのその目、いびつな刃。そうか、小田原か。あんた、あの時の何兵衛か。どうでもいいだろうが、のこと。どうせ。俺様にすぐ処刑されちまうんだ。そうだよ、もうどうでもいいんだ。巧妙とか手柄とか出世とかさ。だってさ、だってお前もやっと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 バラッバラに切り刻んで踏みつけて死に潰してぐちゃぐちゃにできるんだからさ。さすがやっと俺様を取り戻せる。お前に負けて死ぬ損なって生き恥をさらして、お前を処刑することだけを夢見てさまよって、こんな姿になる前の俺様を取り戻せるんだ。だからあっさり死んでくださいよ。ねえ、なんてこった。こいつが狂っちまったのは俺のせいだってのか。確かに俺はあの時あんたの命を奪わなかった。だが情けをかけたわけじゃねえ。俺も周りが見えてなかっただけだ。今のあんたと同じようにな。生かされたんじゃねえ、ただ死ななかっただけだ。あんたはそいつが悔しかったんだろう。悪いことをしたな。あんたはもう手遅れだ。だから俺が取り戻してやる。あんたの本当の武士の本懐ってやつを。聞かんない。安らかに眠りな、後藤又兵衛。俺様のなあ、覚えて。あ、これで手形ミッションこなしたので次ですね。あんたに会いに来たんだ、真田幸村。一つばかり確かめたいことがあってな。それじゃ俺たちらしく行こうぜ。 Are you ready？ マサムネと対面か。マサムネ殿、再会は嬉しく存じるが、これは一体何を確かめると。俺のライバルがどうしてるか気になってな。聞けば大将の連中と大喧嘩してるそうじゃねえか。それに分からねえな、まだ豊臣にこだわるなんてよ。一応はまあ家康の天下だろ。そう楽しいな、真田幸村。それがそうでござる。やってまた
もうござるか。まだまだ、まだこれからにござる。ベンナリ、少女代に変わるんだ。俺は天下人ってやつを目指すぜ。笑っちまうか。欧州の隅っこで生きがってるだけのガキが天下なんだよ。笑わない。笑うわけないじゃないか。でも僕たちは敵同士になるかもしれないな。何？父上様が天下を治めるべきお人は親方様、信玄公しかいないとおっしゃられていた。僕は真田家の男として、父上様と兄上と一緒に親方様の上洛を、天下取りを助けるんだ。そして真田の名を天下に轟かせてみせる。武田に真田あり。ここでまた大人に戻りましたね。俺はあんたを勘違いしてた。あんたは小田原で俺の命を救った。だがその代償として豊臣に服従を誓わされた。俺はそのせいであんたの命が無駄になる。こんなところで。そう思ってたんだ。俺のせいであんたの未来が閉ざされてしまったと心のどこかで重荷に感じてたのさ。ところがあんたはあの頃と変わらないままで俺の前に現れてくれた。俺はまたあんたに救われちまった。正宗と救われたわ。それがしも同じにござる。この雪村、まだまだ未熟者ゆえ、交わした約束が我が身へのしかかり、約束そのものを後悔することもござった。行くのか。ある武人が待っているのでござる。真田選別ってわけじゃねえが、俺の覚悟も一緒に連れて行ってくれ。ここで正幸のハットだ。わお、かっけえな。これはあんたらしい色に染まったじゃねえか。燃えるような赤、まるでフェニックスだ。不死鳥なら舞い戻ってこい。次はどっちかがぶっ倒れるまでやり合おうや。心得申した。Be yourself! My rival. ちょいちょい英語入れてきますよ、この正宗。はい、というわけで、第9章ご覧いただきました。いかがでしたでしょうか。続いては第10章をお届けしていきたいと思いますので、次回もぜひぜひ栄養を楽しみにしていただければと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。